ジョニー・ジョエリはアメリカ合衆国ニューヨーク州ブルックリン出身のボーカリスト。現在はドイツ人ギタリストアクセル、ルディペルのバンド、日本人ギタリストセガミ・ジュンとのユニットであるクラッシュ・フォーティー自身のバンドであるハードラインのボーカリストとして活躍している。1980年代のハードロックヘビメタルブームに乗り、兄のジョイ・ジョエリや すごい腕ギタリストと呼ばれたニール・ショーンらと共にヘビメタルバンドハードラインを結成。しかしすぐにバンドブームは終焉を迎えハードラインは短命に終わってしまう。ハードライン解散後はしばらくドイツでソロギタリストのアクセル・ディペルの作品にボーカルとして参加しライブなどにも参加していた。ある時、セガミ・ジュンよりセガミが制作した楽曲 オープンユアハートのボーカリストになってほしいと連絡をもらう。それを承諾したジョニーは、セガミと共に、サンズ・オブ・エンジェルズというプロジェクトのバンドを結成し、オープンユアハートに参加。結果オープンユアハートの評価は非常に高く、意気投合した二人は、バンド名をサンズ・オブ・エンジェルズからクラッシュ40に改名して、本格的に活動していくこととなる。 パワフルなハスキーボイスが特徴。高音と低音を交互に使い分けた器用な歌唱もでき、広い聖域も持っている。ライブでの安定感も抜群である。ありがとうございます。